皆さんこんにちは、こんばんは。カチュンのうーたんことゆずかうかです。よろしくお願いします。はい、始まりましたハッシュタグラジオです。はい、今回が7月25日の放送ということで、残り放送も2回となりました。今日含めて3回ですはい、となりましたが、皆さんはい、いかがお過ごしでしょうか。はい、先週に引き続きですね、携帯を忘れてしまったので曲がかけれないので30分間おしゃべりし放題になっておりますなんですけど、ぜひ私のね、しゃべりで満たされていただけたらなと思います。はい、こちらも先週に引き続きなんですけど、ミクチャで公開収録をしながら、ファンの皆さんとおしゃべりしながら、コメント広げながら、皆さんにも聞いていただきたいなと思うので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、まあラストまではね、公開収録をしながらの配信公開収録をしながら収録撮っていこうかなって思っているので、ぜひぜひ皆さんもね、気になる方はミックスチャンネルというね、無料配信アプリがあるので、そちらからゆずかうかで検索したら出てくるので、ぜひぜひ検索してフォローしていただいて、そしたら見れるので、無料で見れるのでね、ぜひぜひ見ていただけたらと思います。そして私のね、ツイッターからも今日このアカウントでやりますっていう URL を貼ったりしているので、ぜひこちらからね、飛んでいただけたら見れるので、ぜひこちらからも飛んでいただけたら、そしてツイッターフォローしてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ではなんか曲がないので、CM に行く前に、ちょっと私が所属しているグループを紹介したいと思います。私たちはですね、カチュンというアイドルグループ、私はですね、カチュンというアイドルグループに所属してます。沖縄県内で4名で活動しているアイドルグループになるんですけど、来月8月6日で活動を終了するグループになるんですけど、でもいろいろね、ライブだったりとかはまだまだ続きますので、ぜひぜひ見ていただけたらなと思います。今からでも遅くないので、ぜひチェックよろしくお願いします。 Twitter も Instagram も TikTok もやっているので、ぜひ見てください。で、グループ、カチュンのグループは公式 Twitter やっているので、ぜひ見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。実は YouTube もちょろっとやってますのでぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、それでは今日の本題に行く前に、ちょっと CM を挟みたいと思います。ではどうぞ。はい、それでは今日のコーナーは、なんとファンの皆さんが教えていただきました。では今日のお題は、私たちカチュンの持ち曲について話していきたいと思います。イエーイはい、私たちカチュンはですね、約2年半くらいかな、活動をしているんですけど、はい、私たち2年くらいか、2021年かな、今2023年でしょ、1、2、3、そう、2年半くらいか、約、はい、2021年だったかなの1月30日に結成されて、今私たちカチュンの持ち曲が1、2、3、4、5曲あります。すごーいすごいって自分で言う。そう、5曲あるんですけど、そのうちの3曲、
太陽チャージと大声ハイとゴーゴーアスティーダという3曲はですね、なんとサブスクにもありますのでね、ぜひ皆さんの、はい、携帯からも、そして YouTube からもね聞くことができるので、ぜひぜひ、検索してみていただけたら嬉しいなと思います。本当に自分で言うのもなんですけど、すっごいいい曲なので本当にこれは自信を持って言います。もう本当に誇りを持って歌ってる曲なので、マジで自信を持って言えるんですけど、本当にいい歌詞でいい曲なので、ぜひ皆さんにも聴いていただけたら嬉しいなって思ってるので、ぜひ聴いてください。ということで今日はね、あんまり実際あんまり喋ったことなかったなって思って、そう私たちの曲についてそう喋ったことがなかったので、ちょっと今日はお話ししようかなって思いました。まず順番で言いますと、最初に発表されたのが太陽チャージという曲で、私たちはデビューしました。そう太陽チャージでデビューをしまして、で初お披露目が2月6日でした。初お披露目がそう1月30日にお披露目をして、でその翌週の翌週すぐデビュー曲を披露させていただいてたっていうのが太陽チャージです。で2曲目に出したのがほぼほぼ同時だったんですけど、2曲目3曲目ほぼほぼ同時に出したんですけど、次にやったのがゴーゴーアスティーダかな、先にやったのはゴーゴーアスティーダっていう曲で、アスティーダさんの応援ソングを私たちが歌ってるんですけど、ゴーゴーアスティーダ、そして3曲目が大声ファイトという曲で、4曲目に出したのがチアフォーユーっていう曲です。でこれはねサブスクにもなくて、ライブでしか私たちの、そう私たちのライブに来ていただいた方にしか聴けない曲になってます。で5曲目こちらも私たちのライブに来てくださった方にしか聞いたことないと思うんですけど、5曲目も最近出しましたね。5曲目は6月24日の東京遠征の時に初出しした曲なんですけど、これは皆さんのファンの皆さんが動員数200名達成したら私たちが新曲作れるっていう企画をやったんですけど、この企画で見事ファンの皆さんのおかげで動員数200人を達成したので、それで作った曲になります。でこれの曲が憧れた未来というこの5曲になってます何の拍手はい5曲になっているんですけど、本当にでもまずこのサブスクにある3曲は正直めっちゃ歌ってると思うんですよ。っていうか私たちのもう定番曲っていうか、もうずっと大事にしてる、デビューの時からずっと大切にしてる曲で、私たちね1年ちょっとかな、1年半ぐらいかな、1年半近くなんですけど、1年半近くぐらいこの3曲だけでライブしてて実はそう1年半も経ってないかもしれないけど、1年ちょっとぐらいか1年半ぐらいなんですけど、3曲だけで私たちずっとライブしてたんですよ。で4曲目できて、で最近5曲目できたって感じなんですけど、もうなんて言うんだろうな、なんて言うんだろう、もうさこの5曲の中でやっぱり一番歌ってるのって言ったらやっぱ太陽チャージなんですよね。デビューソング、そうデビューソングだからこそ一番歌ってるんですけど、なんか思い入れもやっぱり一番大きくて、何が一番なんか思い入れがあるかって言ったら、普通の女の子ではできないことができた瞬間だったっていうのは私にとっては大きかったかなって思います。なぜかって言ったら、なんだろう、こういう活動をしてなければっていうか、私はずっとアイドルになりたくてこの世界を目指してたっていうか、そう目指しててやっとなれたですけど、なんか普通の女の子だったら絶対に自分たちの曲っていうのはないんですよね。ないじゃないですか。
そうね、私はなんだろうな、 AKB48 さんとかモーニング娘さんとかずっとちっちゃい頃から見てて、なんかまあこれは恥ずかしい話なんですけど、そう AKB さんとか NMB48 が好きなんですけど、もう私はアイドルになりたかったからあの自分の家の前で完コピしてこの AKB さんとかのモーニング娘さんとかこのハロプロさんとかのね、曲を完コピして、それ完コピを覚えた上でイヤホン聞きながらめっちゃ真っ暗の中でよ親も家族も寝静まった夜に一人だけイヤホンして、まあね、家の前で目の前にお客さんがお客さんがいるっていうのを想像して、この覚えた曲を自分の持ち曲だと思いながら歌って踊ってた時期があったんですよこれ恥ずかしいね、この話あったんですよ、本当にアイドルになりたくて。でもで、なんて言うんだろうな、それを太陽チャージをの歌詞、あ、泣きそうになる最近涙腺弱いから。そう、太陽チャージの音源もらった時かな、音源もらった時になんか、あ、これが自分たちの曲なんだみたいな、これはなんか世の中にまだ出回ってない曲を私が一番最初に歌うんだって思った瞬間が太陽チャージでした。で、歌詞もらった時てか音源の音源がね、ちょっとね聞いたことない方は申し訳ないんだけど、オルゴールみたいな感じにで始まるんですよ最初。チャンチャンチャチャチャンって、で、そのオルゴール聞いた瞬間鳥肌がブワーって立って、私うわこんないい曲私が歌えるのって思って、もうずっとニヤニヤしてて、もうこんな、もう画面見たら分かると思うけど、もう本当にこんな感じだったんですよ。終始ずっとね、うるうるしててずっと、わあこれ私が歌えるんだ、私の持ち曲なんだ、私が世の中で一番最初に歌って一番最初に披露する人だから、これは私の曲って言っていいんだみたいな感じで思ったのが最初だったんですよ。で歌詞をもらってめっちゃ嬉しくて、もうノートにも書けまくってそう、まあ覚えるためにでもあるけど、でもここからが過酷だったんだけどそう、2週間の間で歌詞とダンスと立ち位置とレコーディングをやらなきゃいけなかったんですよそう、マジで本当にこれを初めて経験するわけじゃないですか。なんて言うんだろう、この完コピするのってもうあるじゃないですか、動画が、出来上がった動画とかがあるし、表情とか表現力とか歌詞の意味とかもう出てる状態で、なんて言うんだろう、このやってる人たちを覚えればいいっていう感じじゃないですか。だけどこれは作り上げていかなきゃいけないじゃないですかね。そうだから作り上げていかなきゃいけないっていう難しさに直面したのも実は太陽チャージってだったんですよね、私にとって。なんか一からやっぱり世に出回ってない曲だから、音源デモでしかこの曲のイメージっていうか曲の曲調がわからない、それを自分たちの声に変えて、あの相手に伝わるような表現の仕方とか歌い方、歌を伝えるっていうパフォーマンスをしなきゃいけないっていう直面に出会ったのもやっぱりデビュー曲じゃないですか。でそれをなんて言うんだろう、普通の女の子じゃできないじゃないですか。そう、ありがたいことに音源も作ってもらって、衣装も作ってもらって、この衣装も私たちしか着れないじゃないですか、メンバーだから。だから他のグループさんも着れないし、私たちメンバーカチューンのメンバーになってる人しか着れないっていうのを思ったらとか、世界にこの自分の衣装は1着しかないって思ったら、めちゃくちゃ本当に普通の女の子ではできないって思って、
それが一番嬉しかったし、まあプレッシャーにはなってないけど、なんか難しさにも直面したりとかいろいろあったなって思ったのはやっぱりデビュー曲ですね。もうめっちゃ話長くなっちゃうでもう2曲目3曲目はなんて言うんだろうな、2曲目3曲目はこのなんて言うんだろう、この1曲目の覚え方、自分たちの曲の作り方とかも分かった上でやってるからこそ余計に難しかったっていうのもありますね。なんて言うんだろう、まあ曲の曲調とかは、曲調っていうかこの曲の意味、まあ応援ソング、私たちは応援ソングがほとんどなんですよね。そう、ほとんど応援ソングで、最近出した新曲ぐらいじゃないですかね、応援ソングに近くないっていうか、まあ自分たちのことを書いてるっていうか、書いてないっていうか、なんて言うんだろう、5曲中4曲が応援ソングなんですよね、私たち。だからなんて言うんだろう、まあ応援ソングのなんかバチバチ感っていうか盛り上げ方とかは分かった上なんだけど、でもなんか踊り方とかはやっぱり3曲とも違うし、曲調も3曲とも違うから、そう、なんて言うんだろう、笑顔で元気いっぱい踊るのはそうだけど、その中でもやっぱりどうやって表現を変えるかっていう、表現を変えるか歌い方を変えるかっていうのが一番難しいなって思ったのが、このゴーゴーアシティだと大声ファイトだったなって思います。そうで、ちょっとね話を短くしちゃったんですけど、あの次4曲目にやったのがチアフォーユーっていう曲なんですけど、このチアフォーユーが正直初めての経験だらけだったですよ。自分たちで一から曲をどういう風にしたいかって考えたのもそうだし、なんて言うんだろう、なんかなんだろう、曲のイメージこういう感じにしたいですって、なんて言うんだろう、自分たちが伝えて作ったって感じなのがチアフォーユーなんですよね。で、振り付け、歌割り、振り付け、立ち位置も全てやったのもチアフォーユー、自分たちでやったのもチアフォーユーなんですよ。だからなんだろう、ゴーゴー太陽チャージ、ゴーゴーアスティダー、大声ファイトは振り付けしてくださってる方、立ち位置やってくださってる方、そして歌割り決めてくださった方がいたんだけど、あえてこれを自分たちで全部やったのがチアフォーユーだったので、もうチアフォーユーは本当になんて言うんだろう、しかも短期間で完成させなきゃいけなかったのが、なんだろう、太陽チャージに引き続きだったから、だし自分たちで振り付け一からやらなきゃいけないってなったのが、そう、チアフォーユーだったから、そう、これはこれで大変だったなってすごく思います。だけどなんて言うんだろう、まあ私もそうだけど、メンバーのね、花城カレンちゃんがダンス経験者っていうのもあって、そう、カレンちゃんにも大幅だいたいカレンちゃんが立ち位置っていうか、立ち位置も振り付けも決めてやってくれたんだけど、そう、それをみんなでものにするっていうのかな、自分たちのものにするのに一番時間かかったんじゃないかなって思うのがチアフォーユーだったから、そうだし、私実はあの曲、持ち曲の中で実はあの曲だけ私がセンターなんですよ。そうそう、この5曲の中で唯一カレンちゃんがセンターじゃないのがあの曲なんですよね。私がセンターさせていただいてる曲があの曲なんですよ。だからなんて言うんだろうな、まあ大変さもあったけど、まあ自分自身がセンターさせてもらった曲でもあるし、まあなんて言うんだろう、自分に自信がない中で正直やったセンターだったから、なんて言うんだろう、それこれもこれで思い出がいっぱいありますねあとは、あ、曲を提供してくれた方とはアイドルさんで直接会えるもんなんですかって。チアフォーユーの時も会えなかった、会えないです、私たちは会ってないですね。会えてる方もいると思いますよ、会えてる方もいると思うし、私たちはだいたい電話、テレビ電話でチアフォーユーの時は、そう、
曲作ってもらった方にはテレビ電話で見てもらったりとかあったんですけど、残りの曲は私たちも会ってないです。そう、会ってないし、直接私たちがお礼言えたりもできなかったです。そう、まあそれはいろいろあるのかもしれないんですけど、そう、会えないですね。そう、直接会ってありがとうございましたっていうのもなんかできなかったですね。ないっていうかできないのかなって思います。できるところはできると思うんですけど、そう、この作詞さん作曲家さんとかによると思います。そう、私たちはできなかったです。そうそう、お手本がないから自分たちで自分たちの曲を完成させないといけない。そう、それがちょっと難しいなって思ったところでした。そうだけど、それも楽しさの一つだったなって私は思います。そうね、楽しいじゃん、これをね一から作り上げるっていうのがね、ないからさ、普通の女の子ではできないことだから、それは嬉しかったです。嬉しかったですか、もうは初めての経験だったから、それも楽しさに変えてくれたので、それはもうメンバーのおかげだなって思いました。あとはラスト5曲目が憧れた未来って曲なんですけど、そう、アフタートークでこれはいろいろと話してるんですけど、ぜひあのカチューンのアフタートーク見てくださった、あの定期ライブのアフタートーク見てくださった方だったら誰が書いたとかわかると思うのでそこはあえて今は言わないでおこうと思うんですけど、今ねツイッターにもルアチが歌詞載せてくれてるのでぜひ見てほしいんですけど、なんかこれからの私たちが書かれてるような前向きな歌詞だなって思っているので、そしてこのチアホーユーじゃなくて、憧れた未来、憧れた未来はサビの振り付けとかはめちゃくちゃ皆さんでできるようにしてほしいっていう私たちの思いがあったので、それを振り付けしてもらった、これは振り付けしてもらったんですけど、振り付けしてもらった方にファンの皆さんと私たちで一体感を持てるような、そしてみんなも真似しやすいような振り付けにしてほしいっていう風にお話ししたので、ぜひ私たちのライブに来た際は振り付け真似していただけたら嬉しいです。手振るところとか、憧れた未来に今踏み出せたならっていうところも真似しやすいと思うので、ぜひ見てほしいです。よろしくお願いします。今日の話マジでいい話すぎてラジオだけじゃもったいないありがとうございます。ぜひこれはこちらの放送は7月25日に放送されるので、ぜひアーカイブ YouTube でも本放送でも聞いていただけたら嬉しいです。そしてこちらのアーカイブ放送が7月30日の17時30分から放送されますので、よろしくお願いしますまたね、次回も曲についてだったりとかグループについての話聞きたいなっていうものがあったらリクエストいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それではもうラストになっちゃったので、ラストいきたいと思います。はい、ではですね、この放送されている時は昨日になるのかな、7月24日ラスト定期ライブ本当にありがとうございましたっていう感じのなっちゃうんですけどはい、ありがとうございました、来てくださった皆さん。そして配信の方はですね、まだまだ購入できるので、もうね公演は終わっちゃってるんですけど、アーカイブとしてチケットも購入したらまたアーカイブも何回か見れるので、ぜひぜひアフタートークも撮っていると思うので、ぜひぜひ見ていただけたらなと思います。そして次会えるのがなんと8月、今のところですけどね、今撮っている中ですけど、今撮っている中で8月6日の8月6日日曜日、一部が花城かれん生誕祭をやる予定です。で、2部にカチューンのラストライブ、ワンマンライブでやる予定なので、詳細はですねまたツイッター公式ツイッターに載せると思うので、ぜひ見ていただけたらなと思います。公式ツイッターもフォローしていただけたら嬉しいです。そして各メンバーね、花城かれん、羽鳥ルアー、朝比奈萌、ゆずかうか、各メンバーツイッターやっているので、ぜひ見てフォローしていただけたら嬉しいなと思います。そして残り少ないんですけど、ぜひぜひ皆さんにね お会いできる日が一日でも多くあれたら嬉しいなと思います。そしてラストライブは皆さんもね
最後の最後を絶対にカチュン見てほしいので、そして絶対にいいライブにできると思っているので、ぜひぜひ後悔させません。見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは来週が8月1日の放送になります。ぜひぜひ聞いてください。以上、うーたんことゆずかうかでした。ありがとうございました。また来週。